はい、どうも、キムちゃんです。今日はキムちゃんの、ね、めちゃくちゃいいこと、話をちょっと、自画自賛していこうかなと思います。つい最近、もう水がさ、道路の上で、うにょうにょうにょうって動いてたんだよ。それ普通の人が見たら汚いと思うんだけど、俺はミミズに対してすごいリスペクトしてるし、ミミズも一匹の生き物としてこの世に生きる権利があるとは思ってるから、もうミミズを手で取って、土の上に置いてあげた。もうそのことによってミミズは自転車に轢かれることもなくなったし、車に轢かれることもなくなったし、ミミズはこの世に留まることができた。もう本当に俺めちゃくちゃいいことしてない。もう、現世得積んでるし、最強じゃないと思った。次。もう最近ちょっと川の近くって俺歩いてたんだよ。で、歩いてて、ふと道端見たら、スッポンがいたのよ。で、俺スッポン大好きだからスッポンを拾って、で、スッポンを川に、入れてあげました。もうそれでスッポンはさ、車に轢かれることもなくなったし、人に蹴り飛ばされることもなくなったし、変な子供にいたずらされることもなくなったし、スッポンを食べようとするとんでもない人間に捕まることもなくなったわけ。俺はスッポンの命を救った救世主だし、もっと世間から評価されるべきだと思ったね。で、次。雨の日になんか、川の横、パパパパタタパパパって歩いてたの。そしたら、マジでびっくりしたのが、クサガメがいたの。パンって、道路の真ん中にいて、クサガメじゃんと思って、俺クサガメタンって拾って、で、クサガメも川に入れてあげたの。これほんと俺、得積んでるよなと思って、普通クサガメを見つけたもみんなスルーするんだけど、俺クサガメ大好きだから、クサガメを食べるとか考えないし、クサガメを家で飼うことも考えないし、だからクサガメが一番幸せになるためにはどうすればいいのか、クサガメを元いた川に戻してあげるってことを俺はパッと思いついたから、クサガメを捕まえて川に戻してあげた。もうめちゃくちゃいいやつ、俺。もうめっちゃいいやつ。で、次に積んだ徳っていうのはもう一つある。はず。なんだけど、あれ、思い浮かばないなって感じです。って感じで、まあ、結構、最近ね、亀の、スッポンの命を救ったし、草亀の命も救ったし、ミミズの命も救った。あ、思い出した。ミドリガメ。王の命を救った。ミドリガメがさ、道路の真ん中でバーンって行って、車がダーッて走ってる。俺、緑髪が引かれたらどうしようって思ってて、で、もう慌てて道路の真ん中行って緑髪を取って、緑髪を道路から取って、で、緑髪を川に戻してあげた。だけどその行為するときに、ちょっとね、特定規制が偉いしだから、どうしようと思ったけど、緑髪の命がかわいそうだと思って、緑髪を道路から拾って、川に戻してあげた。ちょっとこれはね、賛否に両論が起こるんで、ちょっと、言うかどうか迷ったけど、緑髪であっても生きる権利はあるから、俺はちょっとね、かわいそうだなと思った感じです。